はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画なんですけれども、昨日公開した赤信号無視をする軽自動車が交差点の手前でライトを消しながら一般車両に突っ込んでいく瞬間の映像に関してですね、こちらが撮影された交差点の近隣にお住まいの視聴者の方からこちらの加害車両の特定に関して重要な情報をいただきましたのでご報告いたします。わずか1日でこういった情報が入ってきたということで、非常にね、多くの地域で私のチャンネルご覧になっていただいているんだなと実感いたしました。この映像に関して今日初めて見たという方もいらっしゃると思うんですが、極めて殺意が強い危険運転を記録した映像となっております。赤信号無視で交差点に進入し、進入する瞬間にヘッドライトを消すことで交差する道路から青信号で直進してくる車両に認知を遅らせる狙いがあったものと思われます。青信号で進入してきて衝突されかけたミニバンの方については、まさに目の前をですね、無灯火の車両が時速100キロ近いスピードで全く減速することなく目の前に現れたという状況だったのではないかなと思います。回避のためにブレーキを踏むという余裕もね、なかったのではないかなと思います。ミニバンの鼻先1メートル程度のところをかすめていったという状況でございますから、万が一この車同士がぶつかっていたら、ほぼ間違いなく交通死亡事故に至っていたものと思われます。で、こちらの動画をご覧になった視聴者の方からこういったメールをいただきました。あやとソロン様、はじめまして。群馬県伊勢崎市に住む視聴者です。本日アップされた消灯信号無視の動画ですが、目撃された方は当該車両のマフラーの音については何かおっしゃられていたでしょうか。もし爆音の車高ベタベタのシルバーの軽自動車でしたら毎日のように見かけます。この軽自動車が5分後ぐらいに通過するであろう場所に住んでおり、商売もしているので、あまりにも爆音なため道路の方を見るとまたあの車庫端の経過という感じで、何度も、ほぼ毎日ですね、見かけているので覚えています。またいつもアクセル全開で飛ばす姿も毎日一緒です。ただ私が見かけるのは夕方ぐらいの時間なので違うかもしれませんが、もし爆音であれば他にあまりいない車と思われるので限定されるかと思います。はい、こちらのおメールに対してこういったお答えをいたしました。ご連絡いただきありがとうございます。映像を提供したご本人の方にお話を聞いたところ、マフラーが爆音の車両であったとのことです。近隣の所有者であれば特徴的な車両でもあるので、同一の車両である可能性も考えられそうですね。貴重な情報をいただき感謝申し上げます。よろしくお願いいたします。はい、こういう感じでね、返答をさせていただきました。実際私もこの映像を撮影されたご本人の方に伺ったんですけれども、車両の大きな特徴として爆音のマフラーですね、おそらく改造車であると思われるんですが、かなり特徴的な車両でございましたので、今後いただいた情報に関しては非常に貴重なものになってくると思いますし、必要があればより詳細な情報に関してもご提供いただけるのではないかなと思います。で、昨日の動画でもご紹介したんですが、今回この危険運転を行う車両が目撃され撮影された現場に関しては群馬県伊勢崎市内となります。国道17号上部道路から近くの五名牛町という交差点になります。近隣にお住まいの方であればすぐにどこの交差点なのかわかると思うんですが、こちらの道路を走行される時にはですね、特に注意していただきたいと思います。こういった危険運転を行う車両が現に目撃され、その容態に関しても時速100キロ前後のスピードで赤信号の交差点に進入し、信号無視を行う瞬間に信じられない話なんですが、自らライトを消して交差する道路を走ってきた自動車に対して衝突することも全く辞さないといったような様子がこちらの映像でも記録されています。これだけ異常な運転を行う車両でございますから、もしかしたら近いうちに重大な交通死亡事故を発生させる可能性もあります。こちらに記録されている車両とよく似た車両をお見かけした方については十分に警戒していただき、決して不用意に近づいたりせず、もしですね、同様の危険運転等が行われたその瞬間を目撃されたという方については、もしドライブレコーダー等を装備しておられましたら映像の方でも記録を行っておいていただければと思います。はい、今回はですね、昨日公開した映像に関して近隣にお住まいの方から加害車両の特定に関する情報の提供が寄せられましたので、その件についてお話ししてまいりました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あやとでした。おやすみなさい。あやとサロンでは皆さんからのドライブレコーダー映像を募集しています。煽り運転や危険運転、交通事故や悪質な運転など、
こちらのアドレス宛てにお気軽にお送りください。チャンネルで公開した結果、顕著に至った事例も多数ございます。大した内容じゃないかもと思う映像でも結構ですので、ご応募お待ちしています。